わずか6時間で決した史上最大の戦いは、その後の日本の歴史を大きく変えた。戦国武将総出演で繰り広げる天下分け目の大合戦。関ヶ原、今誰も見たことのない戦国の扉が開く。映画「関ヶ原」、司馬遼太郎の原作を完全映画化するため、名将原田雅人監督のもと、岡田准一を筆頭に豪華オールスターキャストが集結。この番組ではその魅力をいち早く紹介。映画「関ヶ原のすべて、天下分け目の戦い、その真実」。関ヶ原の戦いは1600年旧暦9月15日、現岐阜県不破郡の関ヶ原が主戦場となった合戦。天下統一を前に家臣の明智光秀の反逆によって本能寺で倒れた織田信長。その信長の意志を継ぎ天下統一を成し遂げたのが豊臣秀吉だった。そんな時代の中、官僚派の代表格石田三成と武断派の武将たちは、豊臣秀吉が命じた朝鮮出兵をきっかけに対立を深めていった。秀吉の死後、その対立はさらに激化。やがて名だたる大名が三成率いる西軍と家康率いる東軍に分かれ、関ヶ原で激突。日本を二分し、今なお天下分け目の関ヶ原と語られる歴史の節目の戦いとなった。まさにこの戦いの結果によって現代の日本が大きく変わったとも言える。そんな戦いを動かした主な人物たちとは、戦国時代に終止を打った豊臣秀吉が死去した後、その座を狙い壮大な戦いが繰り広げられることに。およそ10万人とも言われる西軍の顔ぶれには、人とも女とも思うてくださいますな。部下として女性として三成を愛し支え続けた伊賀の忍び初め。天下分け目の戦は始まっておりますぞ。三成の右腕として使える猛将島左近らが。そんな中に秀吉の養子となり寵愛された小早川秀秋のように、家康の策略により心揺れる者も。豊臣家にとって百姓の意地だな。一方、およそ7万人と言われる東軍の顔ぶれには、わしが三成を選んだ決戦の場は天下取りの野望に燃える徳川家康を頂点に関ヶ原。その家臣に初めと同じく伊賀の忍び蛇城や、何故躊躇なさるのか。政治的策略に長けた家康の側近井伊直政、三成を憎む福島正則、黒田長政らの名が複雑に絡み合うそれぞれの思惑。果たして誰もが知る関ヶ原の誰も知らない真実とは。映画「関ヶ原」8月26日公開。